今日も何時までログイン出席ですか。今日はどうなんですか。え、もう10時か。やばいね。今10時。やばいよね。時間感覚狂わない。うん。YouTube やってたら。いや、私やってないかわからないよ。どうも、しゅんです。こんにちは。岡崎美久です。こんにちは。お菓子を買ってきました。はい。ありがとう。いちごが。最近健康志向で調整豆乳を飲んでるんですよね。昔のおすすめは。ごめんなさい。ではですね、僕たちがおすすめする就活サービスを紹介しようと思います。で、前回も動画で紹介したんですけど、それ以外を中心的に紹介したいなっていうふうに思います。で、ミクちゃんに関しては、自分が使ってみて本当にいいなと思ったサービスを紹介してほしいなというふうに思います。私、1個目は、うん、オファーボックスっていう逆就活サイト。いいよね。本当にガチで使ってました。あ、そうなんだね。本当に使ってたね。オファーボックスってもともと本当にプロフィール、顔写真と、まあ、プロフィールとか、いわゆるバクチカっていう学生時代に頑張ったこととかこう書いておくだけで、うん、もう家庭企業からこうオファーというか、なんか説明会行きませんかとか、もなんか直接選考に参加しませんかとか、面談しませんかとかいうのがオファー来るから、うん、なんか全く見てなかった業界とかにも出会えるチャンスでもあった。私は実際にそうで、うん、全く見てなかった業界にお話もらって、うん、そこにご縁いただいたところもあって、ものすごくね、なんかそういうところでも新しい世界を見れるし、うん、そうだね。あと、めっちゃいいよね。なんか、なぜかというと、他の就活サービスは自分からエントリーしなきゃいけないんだけど、オファーボックスとか逆求人サービスはすごいコスパがいいというか、うん、自己 PR の分を、ちゃんと書けば勝手に来てくれるので、いいんだよね。なんか楽なんだよね、割と。面接した時にももう向こう知ってるから、うん、またそのこととかを。だからそこからさらに深掘りしてくれるし、結構こう、うん、他の企業とかの一次面接とか、すごいESを出して、そこからなんか始まる面接がみたいな、一応こうESとして通ってはいるけど、通過してるけど、実際に面接官はそのESを見るの初めましてみたいな企業も結構あって、だからそういったところも全くね、フローが違うし、なんかね、すごい理解してくれて、その上で面接とかしてくれるから、なんかそう、ワーボックスの開発者の人にこの間と話したんだけど、なんかプロフィールをちゃんと見ないとオファーはくれないから、企業がめっちゃめんどくさいらしいんだよね。だからこそ相手のことも、その学生のこともちゃんと見てるっていう、学生側からしたら嬉しいことがあって、だから会う前からある程度学生のことを知ってるっていう、で履歴書とかも送る必要がないっていう場合が多いので、非常になんていうか便利かつ有益なアプリだなっていうふうに。で、実際に内定をみくちゃんみたいに取ってるっていう子もいるので、おすすめだなっていうふうに思います。いわゆる逆求人サイトは他にもいっぱいあるんですけど、大手の企業さんがなんていうか参入している、登録している逆求人サイトはまだまだ少ないなって思って、オファーボックスは結構一番10万人が登録してるから、20冊でいうと10万人が登録しているから、結構最大手の企業とかメガベンチャーとかも登録しているので、それが大手志向でもあり、ベンチャーも視野に入れているって人でも、なんていうかね、幅広く対応できるので、結構おすすめのアプリです。オファーボックス経由でミキちゃんも1個内定を取ったっていう話があって、なんかオファーの時に、なんかこうこうこういうところがものすごくいいと思いましたとか、こうこうこういうところが僕の企業理念に合ってると思ってっていうところでこうオファーくれたりとかもするの。だから自己 PR で、あ、こういうところを結構評価高くもらえるんだってもポイントにもらったりとかして、ものすごくなんかその自己 PR を考える上でもものすごく役立つのでおすすめだと思います。すごいね、いいこと、100点のコメント。最近僕が注目しているのは、そのまんまそうっていう、なんていう、就活シェアハウスがあるんですよね。恵比寿にあって、すごい都心から近いっていうところにあって、かつ1泊2000円っていう。で、就活生がみんな集まるシェアハウスっていうのが、コンセプトであって、すごく、なんていうかな、自分が地方学生だったら使いたいなって思うサービスというか、なんだろうね、事業、そういうシェアハウスなので、ぜひ使ってほしいなっていう。皆さん使ったら感想を教えてほしい。最近話題になってたので、ぜひ紹介したいなっていうふうに思いました。一つ目はということですね、まずこれは使ったことあるアプリなんですけども、地方学生のかつベンチャー志望の学生の就活サービスでいうと、やっぱ上活っていう就活サービスが割と地方学生にはおすすめかなっていうふうに思います。なぜかというと、まあ一回動画でも多分紹介したことあるんですけど、交通費が支援されるってところと、あとシェアハウスが無料で泊まれるっていう2
2つのいいところがあって、でそのシェアハウスで泊まっている期間は、上活の提携している会社のインターンに行ったりとか説明会とか合同説明会に行かなければいけないっていう制約というか、そういう、なんていう約束、そういう制度の、なんですかサービスなんですけども、すごく、情報感度の高い地方学生が集まってて、それこそ沖縄から北海道まで集まっているので、何か刺激が欲しい人とか、20卒でも、なんていうか、まだ二次募集があるので、全然募集していると思うので、おすすめの就活サービスです。デメリットを言うと、やっぱシェアハウスが都心からちょっと遠いんですよね。結構遠いので、そこから無料で泊まれるっていうメリットはあるけど、ちょっと遠いから、時間がかかるっていうデメリットもあるんですけど、総合的に見てすごくいいサービスだなって個人的には思います。私の2つ目は、前の動画でも多分お話ししたんですけど、てかコラボでやらせてもらったんですけど、ワンキャリアさんのサイトアプリ、私はアプリ使ってるんですけど、動画のお話しますときは、ぜひぜひって思ったぐらい自分がリアルに使ったものなんで、確かワンキャリアは結構なんていうかな、高学歴向けの就活サービスっていうふうに言われてるけど、どの層が使っても結構参考になるなって個人的には思う。私一番やっぱり特に使ったのが ES 書くときで、結構私の場合いろんなジャンルの企業業界を受けてたから、その業界ごとにやっぱり各構造がやっぱり違うっていう、戸田さんとかも言ってたよね、この間ね、もうボロッカスに俺がやられてたよね。でも、やっぱりいいだった、ね、そう、業界ごとに書き方も違くって、うん、そういったところとかが実際にこうなんか ES 出された方の効果が出てるから、なんかこんな感じで書いてる人がいるんだみたいな感じで、さってこう目通すだけでなんとなくイメージが湧きやすいし、なんかこれから書くときの参考にもものすごくなったから、確かにものすごく便利だった、いいサービスだよね、使えたかなと思って、めちゃめちゃ使わせてました。今の時期の、大学3年生とかにおすすめするというか、おすすめするというか誰もが知っているサービスかもしれないんですけども、オンテッドリーっていう、もう超でかいサービスがあるじゃないですか。それはやっぱ長期インターンをやる上では一番、信頼できるサービスかなって個人的には思ってます。でなぜかというと、1万5000社ぐらいの会社が登録してて、かつなんていうか割としっかりプロフィールとか書いてあるんですよね。企業の PR 文みたいなのがちゃんと思いだとか、なんていうか、その創業した企業理念だとかについて詳しく、ほとんど全ての会社が書かれているので、そこの中身の会社の中身の部分はテキストベースではありながら、よくわかる構造になっているので、これから長期インターンしようと思っている方とかは、おすすめの就活サービスです。ちなみに私がインターンしてるタイミングもモデル取り出してますので、あ、そうなんだね、ぜひぜひインターン検討してる1年生とかは応募してくれると嬉しいです。お願いします。私の3個目はマッチャーっていう OB 用事訪問アプリをリアルでよく使ってましたね。本当にめちゃめちゃ使ってました。一番でかいよね、国の中、国内最大級だよ ね、マッチャーはね、本当に全然大学も全然違う立場の人だし、年齢層も幅広い人と出会えるので、そこからいろんな意見やっぱり聞けるから、ある意味面接の練習にもすごくなって、実際に面接っぽい感じで練習してもらったこともあるし、フラットな感じで大学名も知らないところでこう ES 見してもらって ES 添削してもらってとかがすごく私的に役立ったから、ものすごく活用したアプリかなと思います。なるほど。そうそうそう。で、おすすめの就活サービスね、おすすめの就活サービスの話なんだけど、すごい最近おすすめの就活サービスがあって、旬だよりっていう就活サービスなんだけど、旬だよりっていうサービスなの？そう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 、最近ホームページを作ったんだよね。で、そうで、動画をそのまま毎回記事化しよう、毎回ではないんだけど、ノウハウ系、就活ノウハウ系のノウハウ系の動画を記事化しようっていうことで、この動画とかも記事にしようと思うんですね。毎回、大体毎回この動画10分ぐらいの動画を30秒ぐらいで見れるようにまとめてあるので、よかったら、気になる方は下の概要欄にあるので見てみてください。あとですね、6月30日に就活イベントをまだ開催することにしたんですよね。はい、で次は、前回は100人規模でやったんですけども、今回は少人数でやろうということで、40人規模でウォンテッドリーさんの、会社のオフィスでやります。よかったら皆さん来てください。でそれは、オファーボックスと一緒で、逆求人型のイベントで、すごくなんていうんですかね、有意義なものにしようっていうふうに思って、僕も全力で頑張るので、よかったら応募してください。お願いします。ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。